アクアオーラクラスターアクアオーラは人工的に作られた宝石の一種。水晶に金などを乗着して作られる。真空内において水晶を摂取871度に熱し、その後金の蒸気を添加する。金原子は水晶の表面に融合し、虹色の金属光沢を水晶に与える。この作成工程はアメリカ合衆国特許番号6997,014。 が与えられた。最も一般的なものは金を乗着した、アクアオーラブルーだが、より低温で乗着した、ゴールデンオーラ他に銀を乗着した、オーロラオーラ、インジウムを乗着した、コスモオーラなどの派生物がある。また、色合いを変えるために、これらの金属の合金が用いられる場合もある。色合いは、透明感のある水色のような色である。表面に現れる、反射光は、 薄いピンク黄緑色を呈し、コーティングクリスタル独特の光沢を有す。アクアオーラのブレスレットアクアオーラはしばしば、クリスタルヒーリングに用いられる。クリスタルヒーラーの間ではさして効果ではなく、入手も容易であることから人気がある。ブレスレットなどの小さな送信具に用いるために、球場もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を施しているものが多い。 ペンダントなどの大きなソーシングに用いたり、ポイントとして用いるために、推奨全体をそのまま用いることもある。またクラスターのものも見られる。ありがとうございます。